お父さん、猫部屋で何してるの？僕と遊びに来たの？最近お姉ちゃんが遊んでくれないから、僕すっごく退屈なんだ。だから今ならお父さんと遊んであげる。今日だけだよ。今日だけ特別に。お父さん嬉しい？僕と遊べて嬉しいでしょ？お父さん、僕これで遊びたい。これ組み立ててくれない？ねえ、聞いてるの？このキューブ組み立ててって言ってるの。ちょっと、なんでゲームしてるの？僕と遊びたいんじゃなかったの？ゲームするなら向こうに行ってよね。なんで猫部屋でゲームやってるんだよ。おう、じゃあゲームしてたらいいから。このキューブだけちゃんと作って。やっと作ってもらえた。僕このキューブ大好き。この中に入ってると落ち着くな。でも、せっかくキューブ組み立ててもらっても、お姉ちゃんがすぐに潰しちゃうんだ。このキューブをお姉ちゃんが買ってもらったから、僕は使ったらダメなんだって。なんや？なんか文句あんのか？だってあのキューブは私のやからな。なんやねん。最低を近づけんな。もう、やめてって。臭いねん。ほんまに臭いねん。ほんまはその臭い手を噛みつくのも嫌やねん。もう、やめてってば。ちょっと、お姉ちゃんばっかりずるい。僕のこともなでなでしてよ。お父さんいつもお姉ちゃんばっかりなでるよね。僕のこと嫌いなの？ほっぺにしてあげたらいいで。もう近寄ってこんといてくれへんかな。ほっぺをなでてあげたらいいやん。ほっぺすねてたで。ほんまに私はもういいから。お父さんに触られたら体痒くなんねん。アレルギーや。私、お父さんアレルギーやねん。だからもう触らんといて。ほんまに嫌やねんってば。手が臭いねんって。臭すぎるねんって。ああ、なんかイライラしてきたわ。もう噛みつきたくないねん。臭いだけじゃなくてなんかベタついてんねん。もう指近づけてこんといて。ほんま噛まれたがりやな。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。また見てください。